最近なんか腸の感じおかしいんだよな。なんかこんにちは。こんにちは。ああでもあっちいし、アイスも食いてし、そんな都合のいいもんねえよな。ありますよ。フローズンヨーグルト。じゃあ今日のラッキー TV のゲストはフロスタの林くんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。林くん、ありがとうございます。3回目、ね、そうですね、なんか前置きが変わってるだけで、なんか林くんですね。はい、そうです。884の林くん、はい、なんか1回目はギター。1回目、あれそうでしたっけ。あ、違う、時給10円だ。1回目のやつで中屋で、そう、中屋で撮って、2回目は乗船座、観音座。ああ、そうですね、そうですね、あの見知らぬやべえやつ。あ、そう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 、はい、で、今日3回目の登場です。はい、いろいろやってるから登場回数多いです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これフロスタは、はい、何のお店なの。まあ、フローズンヨーグルト。フローズンヨーグルト、まあ、ちょっとあの、馴染みがない方もいらっしゃると思う。平たく言うとヨーグルトのアイスクリーム、ヨーグルト味のアイスクリーム。ああ、じゃあアイス屋さん、はい、そうですね、はい、アイス。そうですね、アイスもめちゃくちゃ食べてます、ね。YouTube 番組持ってるじゃないですか。一応もう全く更新。ラッキーさんとも一回一緒にコラボで、あれどうなった、やっときながら編集が追いつかないて。あれ、お蔵入りになってる。紛れてない。いや、そうそう、一緒にアイス食べたんで、お蔵入り。今のところまだ編集できてない。アップができてない。アップができてない。はい、で、あそこで食べたアイスなのに、そこに関係したアイス屋さんになっちゃって。そうですね、あのルービーズカーとか。びっくりだよね。アイス、そうですね、自分がなんか我が物顔で今や出してるので、本当にびっくりですよ。いや、いいよ、はい。で、フロスタっていうあの名前の由来なんて、はい、あると聞いてるんですけど、はいはい、うん、どんな由来が。名前の由来は、まあ、フロスタっていう、そのフローはフローズンヨーグルトのフローで、スタがフローズンヨーグルトのスタンドショップみたいな。あ、スタンドショップ。フローズンヨーグルトスタンドみたいな、もうそれを略してフロスタとかなんですけど、まあ、ちょっと、もともとお店の名前決めるときに結構いろんな候補があって、でもその中に、フローズンヨーグルトスタンドとか、まあ、あとはお風呂上がりのスタンダードみたいなアイスなんで、新しいこう温泉街でやることもありますし、うん、お風呂上がりのスタンダードを作りたいよねみたいな、うん、そういうところから、まあ、全部のいろんな要素を持ってきて、うん、まあ、それを略してフロスタでもそれが店名でいいんじゃないかみたいなところで、はい、なんかフローズンヨーグルトスタンドのフロスタ、お風呂上がりのスタンダードのフロスタみたいな、うんうんうん、はい、またなんていうの、看板のお化け、はい、あれかわいいじゃん。多分ここにポンって今出てると思うんだけど、出してもらって、お化けかわいいじゃん。あ、ありがとうございます。あれは誰だ。あれはもうフローズンヨーグルトの形をモチーフに自分が描いたと言いたいところなんですけど、もう違うんかい。がっつりイケイケのデザイナーさんに。そうだよね、だっていいもん。いい、あれいいよ。本当に、うん、ロゴを最初考えたところ、キャラで、うん、来て自分たちも、おお、こんな、いや、確かにあれいいよ。そんなフロスタの店内、こんな感じになってます。おしゃれじゃない。なんかおしゃれじゃない？ありがとうございます。でももう、もともとこの内装はほぼ、うん、元あったものを使って、かつ、うん、まあ、カウンターとかは全部 DIY で、本当に地域の皆さんに協力いただいて、あ、自分たちで作ったの？そうですね、色塗ったりとかも、カウンターの色を塗ったりとか、うん、あとはちょっとグッズとか、うん、クラフトの方々の、うん、商品を作る壁の方とかは全部みんなで塗って、うん、壁を作って、うん、あ、そうなんだ、
床とかそのまんまで、あとこの椅子とかは、うん、あの閉まっちゃうお店からいただいてきたりとか、うん、なので本当にもう あるものを再利用させていただいて、でそれを自分たちで持ったり、うん、あ、そうなんだ、すごいね、みんなそういう職種の人がやったってこと？これ本当あのカウンターを作るのだけ、うん、その DIY 専門にやってる方にお願いして、うん、それ以外は全部自分たちで、あ、もう片方自分たちで、ちょっとしかやったことないような感じ。そうですね、本当に素人のおじさんたちで素人のおじさんたち すごいじゃない。なるほどね。じゃあ林くん、あのここに初めて来たら、はい、ちょっと何を頼めばいいか。まあやっぱり生フローズンヨーグルト、生フローズンヨーグルト食べていただきたいんですけど、うん、まあ、今はあのちくま市さんの、やっぱちくま市といえばあんずが有名なので、うんうんうん、森のあんずを使った、うん、あのあんずの生フローズンヨーグルトも出したりしてるので、うん、はい、そのまあその2つどちらか食べて。あれ種類はどのくらいその2種類です。あ、2種類でなるほど、その2種類でなので全部全部おすすめしてあれはあのなんか醤油豆入れたのは、あれはイルルーナさんがオバステの、うん、イタリアンのイルルーナさんでも、うん、あのこの機械を置いてくださって、うん、で そこでもフローズンヨーグルトを食べれるようになってるんですけど、うん、イルルーナさんはイルルーナさんなりのアレンジをしてくださって、はい、地場さんの醤油豆とか、でも それもできそうじゃん。そうですね、まあでもここで食べれるもの、あ、そうだね、いろいろさん食べるものを各地でこうそれぞれの出し方でやれればそれはそれでいいのかなと。じゃあちょっと疑問を投げかけてみてもいいかな。はいはい、大丈夫です。あの私なんか時給10年生活やめてしまったの。いや、10年生活やってます。やってる。昨日一昨日も、うん、あの近くの介護施設のイベントの設営お手伝いからちょっと歌わせてもらって、うん、その後マギハウスコビーの手伝いに行ったりとかして。ああ、そうなんだ、はい、あ、じゃあここは週何回出てる。基本的にその10円のお手伝いと自分の音楽活動がない時は今、そういうなんか予定がある時はそっちに行ってます。なるほどね、はい、でもここでフローズン作ってて、はい、時給10円じゃ安くない？これあんま言えないですよね。あんまりあの、はい、ね、お店を作った側としてしかも10円でとか言ったらもう確実にブラックになるからあんまり大きなことは言えないですわかりました。じゃあ、 あの林くん、はい、このフロスタの営業時間と定休日をお願いします。はい、フロージャグッズスタンドフロスタは10時から夕方の5時17時まで営業していて、定休日は毎週月曜日と火曜日で、月火休みですね、はい、なるほど。じゃあね、林くんね、はい、ナッキー TV をご覧の皆さんに、はい、何か一言あればお願いします。はい、もう本当に皆さんのおかげでフローズンヨーグルトの食べれるスタンドショップを作ることができましたので、まあ、フローズンヨーグルト食べにもちろん来てほしいんですけど、どっちかというと自分はやっぱりこの温泉街でみんなに支えてもらって作ったお店なので、いろんな人に会いに来てもらえたらと思ってますので、ぜひぜひフローズンヨーグルト口実に、お店に遊びに来て、お店の人に会いに来てもらえたら嬉しく思います。よろしくお願いします。またね、乳製品を使ってるじゃない。そうですね。ちょっとそうですね、あの期間限定でコラボ、はい、いや、もちろんです、もちろんです、うん、ぜひぜひしたいよね、はい、ぜひぜひ、うん、ぜひコラボ商品もこれから続々、はい、3品目に3品目に来るんで、期間限定でもね、ちょっとやってみたい、はい、いや、本当に面白いもんね。ぜひぜひ。じゃあ、林くん、なんか本当に忙しいのかな、これからすごいね本当に忙しいのかな、いや、全然申し訳ない、ありがとうございました。次はあなたのとこに行くかもしれない。始める健康習慣
ミルクマーケットがお送りしました。